チャオ、あーちゃんです。今日ちょっとね、なんかちょっと具合が悪いの。朝からね。で、まあ晩ご飯頑張って作っていきましょう。はい、今日ね、お鍋しようと思ってんねんけどね、なんかね、わからないんだけど体調が悪いまあね、その時もありますわ。はい、生理でありんすちゃうけどね、今日はちゃうけどねいや、わからへんみたいな気持ちもないんだよ。わからんのよ、ホルモンバランスが崩れてるからね。すごい定期なのよ。元気にね、じゃがいものお目目が出てるわ。じゃがいもの目とか、結構もう空に出まくっとんな、これちょっとダメだな。かぶくか。向きたくはないけどね。じゃがいもをね、よいしょ、これぐらいで、なんか今日はね、今日も多分焼き飯を多い目に食べたからかな。多かったのよ、あれかもわからん。子供はお腹空かせるかからんしね、ちゃんと作るな。だから今日は野菜担当があんまり食べられへんもんやから、野菜少ない目でいこう。芋は多い目でいこう。白菜さん、ちょっとしんなりしてるけどね。今いいか。
父さん、父さんとこ、父さんとこ、おい見ていけよ。父さん置いてあるやろ。もうよいしょ、とりあえずね、これを入れましょう。2分半レンチンして置いておきましょう。で、で鶏肉を、鶏肉ね、700ぐらい、705ぐらい、こんだけあったら十分でしょう。最後締めにご飯するから、計算間違えてね、ほんまはね、明日までの食材あるはずやねんけど、間違えて使っちゃったのか、昨日は唐揚げにちょっと多めに焼いたからか、なくなっちゃったんでね、明日買い物行かんとあかんわ。よいしょ、どうしようかな、カレー鍋やからちょっと肉ちっちゃい方がいいのかな、ゴロゴロの方がいいんかいな。もうまだまだ、まあ、一口大ぐらい切りましょう。チーズカレー鍋の素ね、ココイチのチーズカレー鍋の素、これをね、辛いっていうから量がね、マイルドな方になってんけどね、まろやかなカレーチーズ鍋、これを火にかけます。Thank you.